はい。それでは、今回から二次行列式ということで、行列式の話に入っていきます。まず、二次行列式の定義ですけれども、二次正方行列 A を ABCD とこのように成分を置いておいて、この行列 A に対して A の行列式というのを AD-BC で定義します。この値のことを A の絶対値のように縦棒で挟んで、このような記号で表します。あるいは、D、デッドカッ A と。 いうふうに表します。このデッドというのは、行列式という言葉の元の英語ですね。がディターミナントなので、デッドかっこ A というふうに表すことがあります。また、成分を用いて直接、この行列式の括弧の代わりに縦棒で置き換えて、縦棒で挟んで ABCD と書いて、この AD-BC を表すこともあります。例として、1200という行列の行列式を考えてみましょう。これは 1×0×2×0 ですので、これは0ですね。 それから1、1223については1、1×3 引く 2×2 で、マイナス1となります。1223の場合は1、1×3 引く 2×2 となって、マイナス1ですね。それから2、2345の場合は2、2×5 引く 3×4 ということで、マイナス2と。2346だとですね、2×6 引く 3×4 ということで、0になります。はい。ここでこの4つの例でですね、0になるものが出てきました。 この行列式がゼロであるかないかというのは今後重要な意味を持ちますのでちょっとここでですね、行列式がゼロとなるのはどのような時か予想してみようというクイズですね。これをちょっと考えてみてください。はい。これ答えはですね、行列のランクが2でないというのが正解なんですね。はい、ランクが2でない。 ということは、今の場合、二次正方行列ですから、まあ、ランクは0か1ですね。ランクは0ロというのはですね、まあもちろん0000、0, 0行列だけですから、これはもう当然ディターミナントは、行列式は0になるわけですね。で、ランクは1の場合っていうのは、この01と04ですね。01番目と4番目ですね。これランク1になります。これはまあ明らかにも階段行列でランク1ですし、これは2346で2で吐き出せば00ですから、2300で、これはランク1ですね。 一方、この真ん中の2つは、ランクが2になることはすぐにわかります。ということで、まあ、フルランクでない行列の行列式は、2次の場合少なくとも0になっていることがわかります。はい。それではウォーミングアップとして、この行列式の計算、2次の場合ですね、を計算してください。ということで、えー、答えが正しいものをすべて選んでください。 はい。え、それでは正解ですね。正解はこの3つということになります。えー、これではですね、25、10、3、4、1でマイナス2ですし、これは先ほどやったのと同じで0ですね。で、これは1引くマイナス1.2になりますので、マイナス2ではありません。こっちは1たす1.2ですね。3く27ひく35に30、3、75、で、マイナス8ですから、これ違います。 これとこれ入れ替えたものですね。これは、これとこれ行を入れ替えたものですけども、符号が変わって8になっていることがわかります。7535。75, 35, これは、いいですね。えっと、これも、これは、これの列を入れ替えたものですけども、75353927で、これは8になります。ということで、最後のは200ですね。ということで、この3つが正しいと。あとのは何か符号が間違えているということですね。はい。それでは今回はこれで終わります。